ときめきメモリアルガールズサイド4、早速一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は植物園に行ってきたところですね。で、今ね、ちょうどゴールデンウィークで明日もね、お休みなので、早速なんですけれども、今日もね、デートにお誘いしたいなと思います。断られるかな、ゲーセンあんま好きじゃないんだよね。おお、いいタイミング。あざまくん、今いいかな。もちろん、俺も電話しよっかなって思ってたとこ。よかった。あのね、あれ、あ、こっちか。5月5日にゲームセンターに行かない？おお、行く行く。どうしよう、今からすげえ楽しみ。そんなに？いいだろう、楽しみなんだから。じゃあ5月5日に駅前広場で待ってるね。わかった、走ってく。じゃあね。やった、早く5月5日が来ないかな。はい、じゃああっという間にね、5月5日が来たので、今日はゲームセンターに行ってきたいと思います。ゲーセンっぽい感じの格好じゃないね。少し早く着いちゃった。あれ、のぞむくん、どうした、早いじゃん。のぞむくんこそどうして。どうしてって言われてもさ、最初は普通に歩いてたんだぜ。でもさ、気づいたら走ってた。え、走ってきたの？うん、君と会えるって思ったら結果的に走ってた。そんな感じ。なんか嬉しいな。好きなもんめがけて自然と走り出しちゃうって、なんか俺犬っぽいな。どうかした？ごめん、どういう意味？今日の服は印象違うな、大人っぽい。あ、これ聞いたことなかったかも。どう？うん、いいと思う、そういうのも似合うんだな。よし、結構印象いいみたい。とりあえず入ってみるか。どうかした？それはシャレになんないよ。クレーンゲームの景品っていろいろあんだな。何か欲しいのある？じゃあこれで。こんなこと言うのかよって感じだけど。これでときめきかよですね。みんな微妙だよ。それにどれも取れそうもない。うん、無理だよね。でもさ、そうなると逆に勝負したくなってくる。え？ちょっと待っててよ。ダメだった。残念だったね。あ、時間差で押した。それはありだろ。え？これって取れたっていいのかな。うん、もちろん、のぞむくんの勝ちだね。やっぱり君は勝利の女神だな。君がいれば負ける気しないよ。のぞむくん、嬉しいけど大げさだよ。ああ、今日も笑った。君とだといっつも笑ってる。ありがとう。どうかした？返したくないな。あのさ、もう少しだけ時間いい？うん、大丈夫だよ。よし、君と行きたいとこあるんだ。こっち。呼んだ？し
心拍数やばい。ホタルの住処、ここに来ると一緒に来た相手の心の声が聞けるらしいけど。どの光に触れてみようかな。かわいそうだけどさ、こんだけ綺麗だと捕まえたくなる。昆虫採集って男の本能かも。そういうもんなんだね。まあ、イク君も好きだしね。本当にしちゃダメだよ。わかってるよ。そのくらいの分別はつく。あ、暴走する時もあるけど。ん？忘れてるならいいよ。こないだ勢い余って変なこと言ったろ。ごめん。告白未遂の話かな。まあ、気持ちは今も変わんないけど、タイミングってあるもんな。もうちょっとスマートにやるよ。あ、恋愛イコール私の思い出した。なんだよ、君がそんな風に言ってるたら俺また、ね、ここのホタルと一緒。可愛くて綺麗で捕まえたくなっちゃうけど、今は捕まえない。ホタルと一緒？のぞむくんの気持ちは嬉しいけど。のぞむくん、送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあな。呼んだ？まあ、いい子だけどさ。のぞむくんに送ってもらっちゃった？今日を来週お誘いして、再来週は、多分ここはフリマ誘ってきてくれるって勝手に思ってたけど、誘ってきてくれるだろうから、ここは来月の誘いしようかな。いいタイミング。のぞむくん、今はいいかな。もちろん、俺も電話しよっかなって思ってたとこ。よかった。あのね、5月14日にカラオケボックスへ歌いに行かない？おお、行く行く。どうしよう、今からすげー楽しみ。そんなに？いいだろう、楽しみなんだから。じゃあ5月14日に駅前広場で待ってるね。わかった、走ってく。じゃあね。やった、早く5月14日が来ないかな。今週はバッチリ頑張ったよね。うん、いいじゃん。今度一緒に走ろう。君なら手加減いらないかも。やったね。はい、じゃあ今日はカラオケに行ってきたいと思います。少し遅くなっちゃった。あ、のぞむくんも起きてる。お待たせー。あ、来た来た。遅れてごめんなさい。確かに待ったけど、君にそんな顔してほしくないな。あ、じゃあさ、代わりにまた今度ここで待ち合わせするってどう？それで次はちゃんと来ればいい。そしたら今日の遅刻は上書きされるだろ。うん、分かった、ありがとう。どうかした？それやばいな。
時々そういう服着るよな。見違えるよ。え、おかしいかな。いや、全然。ただちょっと緊張すんだよな。ついつい見ちゃう。そんなく困ってる？でも気に入ってくれたみたい。あ、流行ってるやつ。最近その服よく見る。キャミソールいいでしょ？人気なんだ。うん、似合ってる。流行チェックしててよかった。君の歌聞くとさ、なんかテンション上がんだ。呼んだ？落ち着かないな。ほら、どんどん行かないと時間がもったいないよ。じゃあこれでときめき会話ですね。お先にどうぞ。え、もう入れてあんの？なんか始まったぞ。どうしたどうした。あ、なんかもう終わっちゃった。なんか人気ナンバーワンの歌だって。千年先も愛してますって。ああ、素敵な曲だね。なんか歌詞が完全にプロポーズしてるみたいだよね。うん、なんか感動したかも。そうか。で、答えは？あら、もう答えって言われても。ああ、今日も笑った。君とだといっつも笑ってる。ありがとう。呼んだ？また遊ぼう、一緒に。あのさ、もう少しだけ時間いい？うん、大丈夫だよ。よし、君と行きたいとこあるんだ。こっち。呼んだ？手つないでいい？蛍の住みか。ここに来ると一緒に来た相手の心の声が聞けるらしいけど。どの光に触れてみようかな。あ、綺麗だな。一体何匹いるんだろう。本当すごい数だね。でもさ、どんなにたくさんいたって俺は勝ちたいんだ。うん、のぞむくんなら絶対に勝てるよ。ん？何の話？陸上の話だよね。君の話だよ、しおり。出場者が何人いるのか知らないけど、君争奪戦はこのまま俺が勝つってこと。選手宣誓って感じ。どんなライバルが来たって俺は君の隣を渡さないよ。私の争奪戦？のぞむくんどうしちゃったの？のぞむくん、送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあな。呼んだ？俺のこと試してんの？のぞむくんに送ってもらっちゃった。
さです。あ、のぞむくん、今電話平気？今は電話に出られないので、留守電に名前と要件をよろしく。あ、留守番電話か。森林公園。藤谷です。6月4日に森林公園に行かない？聞いたら連絡ください。これでよしと、折り返しの電話を待とう。あ、のぞむくんからだ。はい、藤谷です。あ、俺電話出られなくてごめん。ううん、それでどうかな。もちろん行くよ。じゃあ6月4日に公園入り口で待ってるね。はあ、君が用事入れる前でよかったよ。楽しみにしてる。じゃあね。やった、早く6月4日が来ないかな。今週はバッチリ頑張ったよね。うん、いいじゃん。今度一緒に走ろう。君なら手加減いらないかも。やったね。あ、よし来た。しおり、すぐに見つかった。君目立つからさ。頼むよ。え、そうかな。それで何か用だった？うん、大事な用。今度の日曜って空いてる？うん、空いてるよ。フリーマーケット行ってさ、面白いもん見つけて楽しもう。計画通り。うん、行く。本当に？やった！じゃあ待ち合わせ場所を決めとこう。うん、じゃあ公園入り口でどうかな。うん、いいよ。まあでかいからどこにいても目立つだろう。すぐ見つけられるね。あ、笑ったな。目印は俺ってことで。じゃあね。のぞむくんからデートに誘われちゃった。楽しみだな。はい、じゃあ今日はフリマに行ってきたいと思います。今日は服が被るはずなんだけど、ちょっとこういう時で限ってね、ナンパ来たりするんだよね。少し遅くなっちゃった。あ、のぞむくんもう来てる。お待たせ。あ、よし、来た来た。遅れてごめんなさい。確かに待ったけど、君にそんな顔してほしくないな。あ、じゃあさ、代わりにまた今度ここで待ち合わせするってどう？それで次はちゃんと来ればいい。そしたら今日の遅刻は上書きされるだろ。うん、分かった、ありがとう。どうかした？頭触られんの慣れてない。マジか。俺たち服かぶってんじゃん。本当だ。よし、じゃあこれは俺たちのユニフォームな。すごい偶然。全然偶然じゃないんだけど。のぞむくんと趣味が合うのかな。へえ、こんなに賑わってんだな。早速行こう。はぐれないように。つなぐ？すごい人出だな。君大丈夫？じゃあこれでときめき会話ですね。うん、うん、じゃないか。うん？少し休みたいの？俺は平気。君のこと聞いてるんだよ。そっか、ありがとう。じゃあ少し休もうかな。うん、
ちょっと待ってて、飲み物買ってくるよ。これ口止め料だってさ。な、どういうこと？まさか、え、パプリカ？飲み物買いに行ったらさ、向こうで三影先生が野菜売ってた。先生絶対見つかるよこんなとこで。売れ残りらしい。あと氷室教頭には言うなって。先生らしいかも。ああ、あと俺たちのことも見てたって。あら、ちょっとこのペアルックで歩いてんの見られちゃった。恥ずかしいわね、ちょっと。え、なんか言ってた？ああ、うん、なんかカップルみたいとか。まあ、ペアルックだもんね、そりゃそうでしょうね。え、俺はいろんないよ、カップルで。だからさ、もう一周しようぜ、今度はもっとそれっぽく。周りからは恋人に見えるのかな、なんか恥ずかしいかも。今日君を誘って本当よかった。君も同じ気持ちなら最高。呼んだ？今繋いだら話さないよ。あのさ、もう少しだけ時間いい？うん、大丈夫だよ。よし、君と行きたいとこあるんだ、こっち。どうかした？本当にするよ。ホタルの住みか。ここに来ると一緒に来た相手の心の声が聞けるらしいけど。どの光に触れてみようかな。ホタルたちは同じ色、俺たちは同じ服。偶然だったね。うん、周りの人も見てたし、なんかテンション上がった。ワンチームって感じかな。あのさ、しばらくは会うときこれでいいんじゃね。毎回。え、同じ服ばっかり？ダメか、女子は服とか好きだもんな。じゃあ偶然を待つよ。うん、そうしよう。あ、幅学の制服もペアルックみたいなもんじゃん。なんか学校楽しみになってきた。学校はペアじゃなくてみんな一緒だよ。うそっか。のぞむくん、そんなに嬉しかったのかな、ペアルック。なんか可愛いかも。のぞむくん、送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあな。どうかした？もう帰んなきゃな。のぞむくんに送ってもらっちゃった。今週はバッチリ頑張ったよね。君みたいな人をおしゃれ番長って言うんだろ。みんな君の真似してるって聞いたよ。やったね。はい、じゃあ今日は、森林公園に行ってきたいと思います。で、ホタルのね会話、あと今回の一途ルートでさっさくんで聞こうと思ってるのが2つだけなんで、ちょっとねカットしたり入れたりっていう感じでちょっとやっていこうかな。まあ、9月までねだいぶ時間がちょっとあるんで、なんでねちょっとしばらくはカットかなっていう感じでいきたいと思います。少
私早く着いちゃった。あれ、のぞむくん、どうした、早いじゃん。のぞむくんこそどうして。どうしてって言われてもさ、最初は普通に歩いてたんだぜ。でもさ、気づいたら走ってた。え、走ってきたの。うん、君と会えるって思ったら結果的に走ってた。そんな感じ。なんか嬉しいな。好きなもんめがけて自然と走り出しちゃうって、なんか俺犬っぽいな。どうかした。ちょっとたまには口とか言ってみようかな、怒られるかな。口で言ってくれよ。あ、大丈夫だった。なあ、ちょっとさ、今日の服大胆すぎじゃね。おかしかった。おかしくはないよ、似合ってる。いや逆にいい。いやいや、逆ってなんだよ。困らせちゃったみたいだけど、悪くはないのかも。日差し強いからなるべく日陰を歩こう。うん、わかった。どうかした。あ、それやばいな。透明度が高いんだな。ほら、水草が揺れてるのわかる。じゃあこれでときめき会話ですね。ボートで浮かんでみたいかも。ボートなら噴水の方にあったけどさ。のぞむくんは嫌？ボートはいいよ。でもさ、あの白鳥の足漕ぎボートはいろいろきつい。嫌いなの？物理的にきついんだって。俺の身長だと首を曲げて外に出さなきゃ乗れない。ああ、なるほどね、ちっちゃいからってことか。白鳥の首が2本みたいになんだぜ。え想像して笑うなよ。さらに両足は入んないから片足で漕ぐしかない。ああちっちゃすぎなんじゃない、ちょっとボートがそれ。ちょっと見てみたいかも。ああ、今日も笑った。君とだといっつも笑ってる。ありがとう。呼んだ？また遊ぼう、一緒に。あのさ、もう少しだけ時間いい？うん、大丈夫だよ。よし、君と行きたいとこあるんだ、こっち。呼んだ？手繋いでいい？のぞむくん、送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあな。呼んだ？俺のこと試してんの？のぞむくんに送ってもらっちゃった。今日は体育祭、よし頑張るぞ。最後は二人三脚やるか。さてと、何の競技に参加しようかな。うん、二人三脚に出よう。パートナーどうしようかな。しおり、間に合ったか。どうしたの？まだその足誰とも結んでないな。パートナーはまだ決まってないよ。じゃあ俺が立候補する。本当？もちろん、俺と君が組めば敵はいないよ。うん、頑張るね。
右、左、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 あ、マジか、やべ、右、左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 、右、よかった。やった！俺たちが金メダルだ！うん、やった！もうこのまま生活できるレベル！ベストパートナーって感じじゃん？すごい、そこまで話がいっちゃった。やったね、頑張ってよかった。最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。次は、あ、のぞむくんだ。君と手つないで踊るのって幼稚園以来かな。え、覚えてるの？いや、全然。でもそんなこともあったんじゃないかってさ。今年の体育祭はこれで終了。さて、家に帰ろう。そっか、意外と忙しいな。来月のデート、あ、いや、でもあと、あ、そう、水族館は誘ってもらおうかな。ここに、あ、誕生日があるね。ちょっとここ間が悪いな、あんまり良くないな。まあいっか、いや、ちょっと来月もお誘いするか。あ、待って、でもいいや、ブロックしてちょっと変えるか、週をね。そうしよう。あ、待って、今ちょっと思い出した。そういえば休みの日に私記者コマンドをやってイベントを見ないといけないの忘れてたぞ。ってことは、待って、ここで今日はちょっとお誘いして、やめるか。そうだね、今日お誘いして、日曜日イベントを見る前でやめましょうかね。そうだね、いいか。のぞむくん、今いいかな？もちろん。俺も電話しよっかなって思ってたとこ。よかった。あのね。水族館。6月25日に水族館に行かない？おお、行く行く。どうしよう、今からすげえ楽しみ。そんなに？いいだろう、楽しみなんだから。じゃあ6月25日に羽ばたき駅で待ってるね。わかった、走ってく。じゃあね。やった、早く6月25日が来ないかな。はい、ということで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。